ジッペイ兄弟は2008年4月7日、神奈川県で生まれたロシアのシベリアが原産のスピッツ、サモエドの兄弟犬シンガーソングライターの大ケと共に兄弟が交代で全国を旅する日本テレビ系情報番組 ZIP9 の企画ジッペイスマイルキャラバンに出演していた。兄はが弟は青のバンダナを首元に巻いて区別されているが、両者とも 実ペイと呼ばれ、親しまれた。笑っているように見える口元は、サモイドスマイルと呼ばれ、白いモフモフの毛並みと、相まって人気圏に成長した。もともとズー動物プロに所属する動物タレントであり、近所迷惑などの理由により、番組出演が決定する前から、生体部分接除手術をしている。2012年8月9日、高温の車内に取り残されたことに禁する。 熱中症により犬急頭中、兄弟を含む7頭が亡くなった。番組ではこれを受けて、翌日10日のコーナー放送を急遽取りやめてその不法を報じた。翌週13日には未放送だった長野県兵を放送し、16日には放送関係者によるお別れ、会、実兵を送る会が取り行われ、その様子が17日の番組内で放送された。また、 16日から19日には視聴者のための県課台が設置された。ありがとうございます。